ね、EF70 から 200mm の F2.8 2型のレンズで撮った写真を見ていただきましたけども、はい、ちょっと重いんですよね。まだ慣れてないですね、この重さに。まあそこら辺で散歩をするときに持っていくようなレンズには向いてないと思います。まあ、ある程度被写体が決まってるものとか頭にねイメージができるものを撮るときなんかで使う方がいいかな。自分もまだ画角がつかめてないんですよ、このレンズ。70から200mm の画角っていうのをボディを使い分けてるので APS-C 機とフルサイズのボディの画角もだいたいこんなもんで、この距離っていうのをこう頭に入れとかないといけないんで、撮らないと覚えられないんですよね、画角って。このレンズについてのレビューは後にしていきますけども、今の段階ではこのレンズはある程度こうピックアップした被写体に向いてたり、お気に入りの場所を撮るときなんかにすごく役に立ってくれるレンズなんじゃないかなと思ってます。描写に関してですね、よく個人のレビューを見比べていくとカリッとした表現っていうことをおっしゃる方が多いんですけど、そのカリッとはどこに対してカリッとなのかまだ全然私分かんないんですね。描写がカリッとするってどういうこと？ピントが合っててシャープに撮れるってことなのか、それともボケ方がカリッとしたボケ方なのか、もしこのカリッとしてる描写がカリッとしてるっていう表現の意味が分かる方はぜひ下のコメント欄にこういうことなんだよパーコさんみたいな感じで教えていただければと思ってます。ボケ具合に関してはですね、素晴らしい、うまくごまかしてくれるレンズだと思います。背景とかうるさい時があるじゃないですか。言い方悪いかな、背景がガチャガチャして被写体が引き立たない背景の時とか、このレンズはうまくごまかしてくれる。レンズのボケ方、にじみ方っていうのかな、羊羹みたいな感じ、羊羹よ、食べる羊羹ね、羊羹みたいなあのボケ方が、羊羹を切った断面みたいなボケ方するんですよ。今度羊羹切ってみたらいいですよ。あ、これがこのレンズのボケ方なんやみたいな、よう分からんけど、にじみ方よね。このレンズってこういう表現するんだっていうことを改めて感じることができました。手放すことは今のところ考えてないです。もうちょっと使ってみたいレンズ。汚い言い方しますけど再生数がすごい取れるんですよ、視聴者が求める動画このレンズを使ってとかね。だからこのレンズが人気なんだろうなって思いましたけど、私も再生数欲しいですけど、比較検証やりたいこともありますし、毎回このレンズ使って動画を作るわけにもいかないのでなかなかね。でもまあまたおいおいね、このレンズ使って比較検証できたら動画で上げていきますんで、よかったら見てください。はい、というわけで今回 EF70 から 200mm F2.8 の2型ということで、このレンズの雑談をしてみました。じゃあこれで締めたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。